じゃあ、さあ恒例のですね、うん、まああのゲストの方には必ず聞くんですけど、うん、ベストナイン、柄本さんの中の、まあ対戦した人でもいいですし、うん、まあ見ててこいつすごいなっていう選手でもいいですし、まあ記録を前提に考えましたら、はいはい、やっぱりそれはピッチャーだと彼だったのね、これ上げざるを得ない、はい、で400勝、まあ確かにそのあの時代の400勝にしてもね、はい、他にもピッチャーいたわけです、はいはい、この数はすごいのと、それからね、もう一つはね、金田さんというのはね、まあ、走れ走れの金田とか、ね、はい、あの投げ込め投げ込めの走れといってこう、もう なんか変なこう揶揄する人がいるけど、はいはい、でもあの人に俺聞いたことあるんですよ、うん、先輩またこんなこと言ってるアホなやつがいますけど、走れ走れの金田とか、ね、普段あの人がニヤッと笑って、それやったらバカだよって言って、バカだ、俺はね走り込みして壊れるやつに走り込みさせたことはない、投げ込んで肩肘が壊れるやつに投げ込みはさせたことないんだよ、うん、それはどういうことかと、徹底して体の管理をしてくれないんだよ、そう、だそういうことが抜けてるんですよ今の人たち、まあそうですね、評価、うん、だから今はもう鼻から故障するかってしない、うん、走り込んだら子供の野球まで親が文句言ってくるっていうぐらい、いやそうですね、アホな話です、いやもうそういう時代、あれプロ野球悪いんですよ、間違ったことをその植え付けてる、なるほど、だからその金田さんなんかがやってきたことをもう一回検証しながら、うん、なんで400もしていくら野球がまだそのねちょっとあれからしてもやっぱプロであれだけの体で投げてたわけだから、で壊れないためにどうしたかと俺一回聞いたことある、それも今みたいに IC ごとか IC もないけど、うん、ないですよね、うん、でもね熱が浴びた時は冷やすよって言ってた、ああそうですか、やっぱりそれは言ってたんですよ、でそういうこともすることもあると、うん、今は一律にするじゃないみたいな、まあまあそうですよ ね、そうじゃない、体を自分が見てやると、それから食生活、うん、徹底した食生活、カナさんは食生活が一番大事だって、キャンプでも全部自腹で自分の食材を持って行って旅館の飯とか食わないで、でなんかちゃんことかやったり、ちゃんこは非常に栄養が、はいはい、あのバランスがいいとかね、そういうことをずっとやった人なんですよ。今なんか飯コンビニでなんかバナナ買ってくるらしい、ふざけてるよね、あれ禁止しない、やっぱ食べることっていうのは大事だということですね、そうそう、だからもう一回検証すべきなんですよ、なるほど、僕はね あとね米田哲也さんって言ってた、はいはい、280、300勝、はい、で米田さんが現役の最後の頃阪神に来たんですよ、でもうあんまりもう配膳処理ぐらいしかできなくて、でいつもまあ大選手だからもう一緒に練習するのも嫌で、いつもフェンスでこうやってね、俺そういう姿見るの嫌だったわけ、はいはい、ね、でなんとかこの人ちゃんとしてほしいなとか一瞬内心思っててね、まあ、こういうのおこがましいから、でそれをまあ一つのきっかけ作るためにね、わざとねこう話しかけに行くわけです、はい、調子悪い時ってどうする、どっかあるんですかポイントは、言わないんだよ、なかなか。で、俺がしつこく、どうですかね、ポツッと、膝や、膝が自分が思ってるほど、これぐらい上がってないって言うんですよ。だって、上がるといいんだよ。はあ、そうなのかと思った。で、そういうところをポツッと言うんですよ。で、先発の時とかどうするんですかって。あ、俺はね、帝国ホテルに自腹で自分で泊まってる。先発の前の日は、あの東京の遠征で、そこで、まあ、伝説によるとバケツにいっぱいサラダ食ったとかステーキ食ってね、で自分で飯を食べそれで先発の前の考えられないじゃないですか、はい、俺そんな聞いてたんですよそういう話、いやこう紐解いてったら面白い逸話ってありますね、いろんなねそういう昔の選手がね、それだけの記録を作るためにね、今みたいになんかウエイトトレーニングで変化で安い冷暖房を聞いたところでねアイシングしながら、楽なことやってないんですよ、ちゃんと考えたらコンビニで飯食ったりはしないんですよ、いやだからもう自分で投資、自分の金を投資してるっていうことですよね、自分に、まあ俺はコンビニ大好きだけどねコンビニがなかったら生きていけないからねじゃあキャッチャー、キャッチャーはやっぱ野村でしょ、俺が入った時伝説でね手首を鍛える、めちゃくちゃ手首が強かったんですよ、だからミットでも絶対動かなかった、腕力じゃないんですよ、手首の強さなんですよ、
キャッチングも良かった。うん、キャッチング良かった。流れないんですよ。流れるキャッチャーが一番だった。若菜とかすぐ流れるんだから。わざと流してたの、ね、わざと流してたのよ。下の球をストライクをボールにしようとかって。だからね、そういうの、ガッ、グッ、手首の強さ。だね、よく聞いたらね、一升瓶に砂詰めて、で寮でいつもこうやって、こうやって振ってたの。そうこうやって、手首の強さ。確かにこれが一番科学的だよね。こんなことやるよ、まあ、いろんな角度で鍛えられてる、うん、一升瓶か、まあ、ビール瓶かね、砂つけてね、こうやって持ちやすいし、先っちょね、まあ、なるほど、まあ、それは伝説ですよ、ずっと見てたわけじゃないけど、うん、でもそうやって努力はしてたんですよ。なるほど、ね、何かを一つのことやるためにね、まあ、三冠王につながってるんですよね、うん、まあ、それと一つはキャッチャーとしてのね、はいはい、まあ、相手の研究したりデータ、はい、もうデータ野球のもう元祖ですから、私の頃は終わりさんって終わりメモって言ってね、データの神様がいたんですよ、はい、それをだから野村さんはずっと使ってたんです、うん、でそれを俺たちにミーティングでやるの、ほらもう半分出てたけどね、データ嫌いだから、まあ、じゃあ一流はもう王さんですね、どう考えても一流は王さん、うん、まあそうですね、うん、セカンドはね、はい、俺は高木森光さんだと思う、うん、それはどういうところですか。いや、うまかったもん、守備が、守備はめちゃくちゃうまかったよ。バッティングよかった。バッティングよかった。こうちょっとこう立てて、ね、はい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 、右に打つの。嫌だったね。はい、でセリーグではね、パリーグではね、大下剛がセカンド。ああ、大下さん。もともとショートだったけどね。はいはい、でショートが大橋っていう人でね、はい。俺が入った時、大橋、大下の二遊間なわけよ。ね、ほんで敗者賞に出ていくでしょ。はい、できて投げたら、もっとショートゴロかなと思ったら、2人でゲッツーの練習してるんですよ、試合中。でも、あの大橋さんっていうのも曲がったらしいですね。曲がったね、あの人、俺が今まで見たショートでナンバーワンだった。あ、そうですか。大体、芝生の外、はいはい、外に守ってた、はいはい、ほとんどが。肩が良かったし、ね。まあ、セカンドは高木森美さんでしょ。ショートはね。サードはやっぱり長嶋さんだよ。まあ外せないですよね。外せないよ。勝てんもん。そうですよね。うん。で、長嶋さんが俺好きだったのはスローイングが好きだった。あ、もうこう。うん。ってね。まあ、かっこいい。肘つけて。でも何やってもかっこいい人だったんですよね。時々ジータスでね、昔の長嶋さんの引退だとか、あの頃のね。ありますね。やってるとね、客がね、どよめくんだよね。今と違って、そうですね、長嶋さんの一挙手一投足、はい、で長嶋さんがネクストバッタースタークでこうやってバットを抱えてこうやってね、はいはい、なんか起きた時にふんって笑うとね、客も笑ってんだよ、こうやって今そんなないもん。ないですね。ないよね、長嶋さんだろうな、まあ、レフトはね、いや、ショートはないですか。ショートはね、まあ大橋さんと言いたいところだけどね、はい、うん、最近で言ったらどうだろうね、最近のショートはうまいの言う。まあ、最近だったら、まあ、いや、ちょっと前だったら松井稼頭央だとか坂本だとか、今で混ぜるとしたら坂本だね。あ、これまたあの切り返しが早くなったもん、あ、取ってからの。そうですね、昨日一昨日の広島 の、はいはいはい、ショートとえらい違う。一回こうやってやるもんね、はいはいはい、こうやったらセーフになる決まってるじゃん。珍しいですよね、それ。だ、現代の坂本を選ぶ。俺は坂本はすごいと思う。あの守備が俺、あの取ってからの切り返しの早期の時が好きなんですよ。なるほど、うん、いや、セカンドはやっぱりあいつでしょ、菊池でしょ。え、高井森光さんから変えます。もう変える、現代にしたら。現代にしたら、ね、現代にしたら変える。やっぱ菊池だね、守備は守備、うん、でも俺たちの頃のイブシ銀で言ったら高井森光さん。まあそうですね。ほんで本当にうまかったのは 大橋だ。いや、大橋さんは僕はあの直接は見たことないですけど、うまいっていう話は。ちょっとここはダブらしてもらえます、2つ。あ、ダブっときますか、ね、ダブで。現代と昔と。うん。かわー、外せないもん。なるほど、なるほど。レフト。レフト誰、ね、まあ、外野手さん、外野手さんの出てきて。やっぱり福本でしょ。ああ、やっぱそうですか。うん、福本。美濃田もうまかったね。いや、うまかったです。うまかったね、美濃田うまかったな。ユナさん、トリプルスリーもやってますしね。やってます。 あとどう、レフトがね、先輩いるじゃないですか、山本浩二さんとか。まあまあ、うまくなかったね
言うほど。ベストラインですか。ベストラインああ打つ方も入れていい。そうだよね。ああ山本浩二さんでもね、肩が良かったからね、やっぱピッチャーだけ。であれでもともと法政の時もね、はい、2年ぐらいまで球拾いやってたんで、外野からの返球で新人レースやらせって言ったら、あそうですか、うん、でもともといいじゃないですか、バッテリー。それであれ監督に見初められてね、まあ、山本さん入れといてやろうかレフトいや、ついでは、ついでじゃなくてもいいんですけどまあ、山本浩二さん、福本さん、あと、美濃田さんでいいですか。美濃田入れとくか。いいすか。美濃田意外とみんな知ってると知らないよね。いや、知ってるようで目立ってないです。目立ってないんだよ。あ、知ってるようで目立ってないんだよな。そうですよね。だって、福本さんとの1、2番で、うん、福本さんが走ったら右打ちしてくるというね。ほら、すごかった。すごかったですよね。で、最後、ジャイアンツに来てみたいな。外野はみんなうまいけどね、それぞれ。ちょこちょこ、まあ、うまいんだけど、ねはい、秋山だとかね。はい、いや結構、うまいやつはいたんだよ。恩人の張本さんとか入れなくて大丈夫ですか。張本さんはね、あれ銅像みたいな守ってたレフトに銅像を建ててるんだけど、余計なこと言っちゃいけない。なるほどなるほど、わかりました。あとは、あとはないですか。あとないね。あとなんかこの選手はっていうのは、いやいや選手はただいっぱいいますよ、まあ、いっぱいいますよね。いっぱいいる。それ挙げたらキリがないけどね。でも理想の監督像からいろいろ話を長きにわたり聞きましたけど、またぜひ出てください、うん、だね、解説者誰が一番。解説者なんですか。解説者の一番が誰今。江本さんじゃないですか。いやでも、うん、江本さんを引退してからここまで耐えることなかったでしょ、うん、一回も消えてないんだよ。そうでしょ。いやこの長さっていうのはやっぱすごいと思いますよ。やっぱりね、一線で喋ってるっていうのは39年目かな、はい、すごい。57年からやってるからね。だってプロ野球ニュースだってね、ずっとやってるんだから。いや知ってますよ。最近のスタッフはね、知らないから俺が最近始めたと思ってる。いやいや、そんなやつ。あの日本放送もそうじゃないですか。日本ずっと耐えることなく、もう新聞もそうでしょ。だから後から入ってきた人いるしね、いっぱい。いやだからその今度は、うん、その長く生きるために、いや何が必要なの。あのね、もういりませんって言ったらいらないんだし、それからこっちから脅かして俺やらせとか、水着物も出てやらせとか言うのはないから、一切。まあでもやっぱり嘘はつかなくて純粋に素直に喋ってるからいいんだけどね。基本がね、まあプレ野球だからお勉強じゃなくて、聞いてもらう人は素人だから、面白く喋った方がいいんじゃないかなっていうのが基本あるんですよ。だから多少めちゃくちゃなこと言うんだけど、まあ野球興味持ってもらうとか、そういう役割だなと思ってね、あんまり難しいことはね、やらないようにしてるんですよ、まあ、心がけとしては。本当シンプルですよね、うん、シンプルで難しくあんまり喋らないという。江本さんと解説何回か組ましてもいただきましたけど、うん、緊張感ありました。いや、そんなことないですよ、だっていや、よく言うよ。スソーンと差し込んでいくから。いや、差し込んでて、いや、僕ら若いから、まだ若いって、その当時はね、で、あ、こんなこと言っていいんかなと思うけど、それが許されるキャラが江本さんだったから、まあすごいなと思います。そう思ってもらえるように日頃から訓練しとかないと、ね。確かにね、まだ修行が足りないですね。だから、いや、もうあいつだったらこの程度はいいだろうみたいに思われるのが楽だよね。そうですね。でもかといって俺は別にあれよ、むちゃくちゃ言おうと思ってない。いや、分かってますよ。ビビりながらね、こんなこと言ったらやられるんじゃないかなとかね、思いながら、こうビビりながら喋って。全然ビビってないです、ね。いや、なるほどね。また勉強させてください。いやいやいや、ありがとうございました。今日もありがとうございました。